YouTuber で、ね、70ぐらいのおばあちゃんが焼肉のタレを作る動画があるのよ、うん、かわいいのよ。へえ、バズってんのそれ。全然1000回再生ぐらいなんだけど、めちゃくちゃ可愛いね、あのおばちゃん。知ってる人ないんだよ。あ、味噌とかもね、そう手作りしたりとか、料理上手なんだよ、すごい、うん、じゃあ、たくまのくるながすごい、うん、美味しい、ザクザク美味しいでしょ。うん、うまいよ、最高だね。うまいよね。これ多分期間限定じゃない、これはちょっと一年中売ってないんじゃない、これは。これちょっと定番化してほしいね、うん、こうさ、なかなかヨーグルトのアイスって売ってないんだよ ね、 美味しいよね。うん、美味しいんだけど、俺大好きなんだよ。私も大好き、ヨーグルトのアイス。ブルガリアのやつあったの、うん、パルムの形のやつ、ね、丸いやつ、あれ美味しかったよ。あ、知ってる知ってる、あれも私買い占めたもん、うん、これシャキコさんのやつ。なんか誠司君と好み合うかも。合うよね、食べ物、うんうん、これめっちゃ大事だよそれ。めっちゃ中だと同じものが好きだもんな。セブンイレブンってこれ食べたら今度チョコレート食べたくなる、うん、そう、ガリガリ君のやつ。ケーキも買ってきたよ。そう、ホールケーキ、うん、お祝い、全国デビューしたから。何が、あ、そうそうそう、そうだよ。いいのに。ろうそくもあるから。ろうそくあるやる、お祝い、全国デビュー、全国デビューしちゃったから、政治クレジパピオン。ニュースでじゃって、ね、今サラリーマンが電車の中でネット記事見てるよ。なんだこいつって。確かにやだね、し、うん、外で会ったらね、あの人ニュースの人だ、うん、脱税してんのよ。脱税、疑惑だからね。なんか確定じゃないんだよ。あ、疑惑だから。あ、確定じゃない、あ、確定じゃないんだよ。これでちゃんと払ってるパターンもある、ね、そう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 、ネタにしてるパターンもある、うんね、うん、何でも言われちゃうね。あのマフラーは脱税で買ったのかしらとか。脱税マフラーって。脱税手巻き寿司とか言われるこれ、ね、何でもかん、脱税アイコスとかの、うんうん、ウケんだけど。あの、たくまくんと一緒にいるなんとかママって誰だな。あきこママ、あきこママって新宿のゲイバーのママ、うん、会ったことある。うーん、私会ったことあるかな。あきこママリアと来たかな、来てないかな、会ったことない。なんで仲いいの、高野くんは。一緒に旅行行ってなかった。なんでだっけな、日光行ってなかった。なんかフワチかなんかで知り合ったんじゃなかった。愛人、うん、アキコママ向かってるぞ。愛人ではない、ね、金持ってるらしいよね。うん、なんでなん。やっぱお店のママだから。あ、20年ぐらいやってる。マジで15年か。お小遣いもらってるみたいね、たくまくん。全部旅費30万。旅行行くのも全部払ってますし、お土産代もらえるし。毎日だ。すごいよね。いいよね、うん。でもエッチとかしてないって言ってたもん。してないんだ。ただ一緒に寝るだけみたいな。一緒に寝るだけ。うん。あとはマッサージしてもらうぐらい。それはでも嘘なんだよな。エッチなしで30万ないよね。私もタクマくん、なんか2人でさ、ここでなんか寝ちゃったんだよ、話終わって、うんうん、パターンって、うん、起きたら、2人で抱き合ってたの。誰と。タクマくんとここで。タクマくんと奈々ちゃんが、うん、えー、えー、って何で抱き合ってんのみたいな、うん、だっすね。山ちゃん来ねえかね。山ちゃん食べそうだね、バクバクね、うん、心霊配信行くか。2夜連続やだ、ね、2夜連続行く。やだんだけど、もうやだ。いや、なんか心霊疲れるよね、暗いとこ歩くと。なんか視野が狭いっていうか、うん、そう、目がおかしくなるね。そう、目がおかしくなるし、周りに気を使うから、まっすぐ歩いてんのか分かんないよね。分かんない分かんない、どっちの方向歩いてんのか分かんなくなるよね。で、前からは携帯のライトで見てるし、うん、周りもライトついてるし、なんかよく分かんない、どこ歩いてんの。山ちゃんすごい人気だ。山ちゃん呼ぼう呼ぼうっつって人気なの。すごいね、山ちゃん人気。山ちゃん人気そうですね。その割には山ちゃんの枠見ないの、うん、この人たち。山ちゃん人気だ、まあ無難だからじゃん。山ちゃん、山ちゃん、ダッスーと山ちゃん。ダッスー、山ちゃん人気なの。なんでタクマはダメなの。なんだろうね。タクマくんいい子だよ。あ、そう。めちゃくちゃいい子。一回もとないわ。貴重くんタイプだね。おとなしいし。なんでこんな嫌われてんの。
なんかちょっとね、言葉遣いが偉そうな、偉そうっていうか、なんかちょっとなんかえっていうか言ったりする時があるんだよ、天然みたいな、うん、若い人だって、うん、飲むね、私たち俺みたいなタイプなのかな、あれ、誠司くん、うん、全然違う、違うあ、パリピみたいな、あ、ごめんなさい、うん、パリピ、パリピっていうのかな、ヤリダフィーっていうのかな、ヤリダフィーって何、誠司って呼び捨てしてたいいじゃん、呼び捨て、何も買ったないのに、俺に一つも体重も年齢も、そうね、確かにマンスリーランキング同じフワッチに来ててね、許さねえよ、呼び捨て、帝王 F4 のね、元 F4、 F4 ってどうなっちゃったの、解散した、じゃあ元なんだ、うん、どうしたい、誠司くん、パルパル、ゼロワンって用文、ゼロワン用文、呼び捨てか、いい度胸だな、相撲でもやるか、吹き飛ばされそう、うん、相撲で勝ったら呼び捨てにしていいよ、来るって言ってる、具合悪いんじゃないの、ぶん投げてる、大丈夫かな、大人の厳しさをね、誠司くんにあの態度取るのかな、うん、暴れちゃうかもしれない、結構あれだもんね、生意気だったら暴れちゃうよ、俺いいの、ぶん投げてる、マジで咳してる咳ぐらいするし、みんな、いや、コロナ増えてるからね、今ね、またね、やだっちゃやだけど、マジで声としてる、ダオルス君、喘息、あ、喘息なん、あ、そう、喘息持ちなんでさ、あ、だからだ、今この時期にさ、咳するとさ、お前コロナだろって言われるよね、まあね、喘息の人はかわいそうだよね、かわいそう、うん、呼吸するたびに、あの咳するからね、呼吸がしづらいから、うん、咳して空気を取り込んでるから、そうだね、うん、だってこれね、食べてもらえてるね、うん、豚汁もたくさんあるし、まだ鼻水出てる、コロナめっちゃ増えてるね、あ、ジュエリークマちゃん、エメーサリアス、なんか他のね、知らない配信者で見るみたいな、うん、近くに見たら、まあね、食べてくる、横浜でね、わ、地震、あ、地震だ、地震だちょっと揺れてよ、今、まあちゃん、地震だね、来たじゃん、来たね、いつ行ったっけ、昨日だっけ、昨日だっけ、うん、これ当たったよ、え、でも大きいのかな、これどう、まだ揺れてる、あ、揺れてる、まだ揺れてるわ、これでかいの来んじゃない、怖いわ、怖いな、おい、でもバキバキって言ったよね、今ね、言ったよ、ミシって言ったよ、うん、あー、市長さん、ミシン3ぐらいかな、これ、これダメだ、ダメ、この揺れね、そこ座るとダメだわ、市長さん、震度3ぐらいで、この揺れは、揺れた、倒れた、うん、千葉3、ほら、千葉震度3だ、来そうだね、ドンと、なんかあちこち地震活発になってるよね、うんうん、千葉さん、千葉も結構地震多いもんね最近で言うと千葉、東京は揺れてんのか、まだ揺れてる、いや、三重、あ、三重もあったね、結構バラバラでね、青森もあった、青森も、今度北海道あたりかね、沖縄か、うん、新宿揺れた、まだと、まだ揺れてる、まだ揺れてる、そう、また異常震域ってやつってる、てこれまだ、まだ来る、長いね、横浜揺れたね、本震来たらやばいね、ねいや、これが余震ではないでしょ、前震かもしれない、前震、明日が本震かもしれない、本当に明日来るの、うん、明日何日だろう、18、23だっけ、来るって言ったの、次ね、うん、16、23だよ、松原照子が当たるのかな、松原照子が23って言ってたんだっけ、ジョセリーヌが予言されてるんでしょ、うん、おめえら見てるよ、見てるよね、うん、見て、刺身しまえってずっと言ってる人いるよ刺身しまって大丈夫じゃ、寒いからね、レイ君配信してる、麦わらのレイ君、レイ君はでも東京だからな、ちょっと遠いんだ、じゃあ遠い、葛飾とかあっちの方でね、あ、ケーキ、ショートケーキやる、ショートケーキ、お祝いやる、マクランシロールケーキ、ニュースお祝いやる、うん、
全国デビューが確かね、ろうそくあったんですよ。ひとくん、トイレ行って。NHKかもしれない。コマイくん始まった。ハッピーキャンドル。コマイが今から行くってタイトル。どこで始まったの。わかんない。ふわっちじゃないの。ナイス欲しいですだって。ああ、来ないか。全然違う。これへえ。これ一本立ててお祝いする。うんうん。たくま来るよ。だってチョコと普通の味があるんだけど。じゃあ普通のがいいかな。普通のがいい。たくまやめて。たくまリスワン狙い行くって。たくまあらたくまくん来るらしいよ。家出る。車あんのか。何で来るんだ。車ね、家の車が使えるときと使えないときあんでね。でも来るなって言ってよ。ただね、それみんな滅っちゃったらどうすんの。死んじゃったら俺しようかね。責任取れない。うん、同意書書いてもらうか最初に。うん、後で文句言わないとね。どうしようかね。お祝いしてくれる。あ、でもあれあるよ、コロナ検査キット。嘘、それやる。 PCR、鼻に入れるやつ。何色がいい。青がいい。青、青、うん。あきこまも向かってるぞ。買うわけないでしょ。イベント出てるから。お前が呼んだ。一本でいいの。うん。何、うん。これって先っちょ割れないけど。あ、ほんとだ。これで紐がないわ。紐がこれでつくの。紐なしなんだ。どうやってつくのこれ。わかんない。みんな紐ないの。一個だけ。全部ない。全部ないの。なんか寂しいね。一本で一本でいい。お前が連絡。あ、お前が連絡したって。来てない。お言葉に甘えて今から向かう。たくまくんね、はーいってね。はーい。他何か言う。ヨギママが行きたい。何時だって。小前くんが今からってね。うん。どこのロールケーキ。スーパーの。スーパーだね。スーパーのだね。オリンピックの。火つけますか。うん。電気消す。あ、電気消そう。消そう。うん。ヘイシリ、ジャズ止めて。音楽何する。あれがいい。なんだっけ。ドリカムの。うん、ハッピーバースデー。ヘイシリ、ドリームズカムトゥルーのハッピーハッピーバースデー。え、アムロ。あ、ありやすい。全国行っちゃいました。すいません。ヘイシリ、ジャズ流して。なんでいきなりアムロだったの。ミリちゃんやった。じゃないんですよ、あのニュースに出ちゃって、ニュースに悪い方で脱税疑惑っていうニュースに載っちゃって、すいません、めでてーなあれです。すいません、見るさことなんか分かる。パワーさんあれです。すいません、おめでとうさんあれです。お祝いご祝儀がすごいですね。ご祝儀やね、うん、すごいですよね。これ当て、それともフォーク。ありがとうございます、おめでとうございます。レレさんです。あらすこい。ラスコイ。すいません。あらすこい。ごめんなさい。ラスコイっていいね。ええ、すいません。小前くん電話してるよ。え、電話なくて来る。その代わりタッパー持ってくね。だってどういうこと。持って帰るってことじゃない。で来てすぐ帰るってこと。どういうことだ。その代わりタッパー持ってくって。
マグロ食べたい。ないけどね、もうちょっと。あ、マグロあんま3切れしかないですね。うん、あ、今お腹空いてないってことだ。そうかも。あ、大花火系さん。すごい。お前これでもタクシー代大変だね。うん。遠いの？遠くはないけど。あ、今最終日なんだ。あ、最終日。そうだ、そういうことね。じゃあ怖くていいよね。うん、やっぱ無理ってね。うん、たくまくんだけでいいやん。たくまくんもイベント出てなかった？やっぱりたくま来るんでみたいな。でいいやみたいな。こまいくんいいやみたいな。イベント頑張って。たくまがイベント最終日？え、どっちが？こまいは？こまいは？どっち？こまいも最終日？あ、みんなイベントなんだ。よかない、どっちだ？こまいも？あ、みんなイベント出てる。待って、狛江が、あ、2、あ、最終日だ。2人とも。何のイベント？イベントだわ。ね、なんだっけ、ん、何のイベントだっけ。たくまも。最終日なの。クワポップキャンディーのやつ。あー、キャンディーのやつね。あー、なるほど。で、リスワンも狙ってる。あー。なるほど。じゃあ、1人でやった方がいいんじゃない？うん。イベントはね。タコワクの俺やっぱいいやって、うん、ここでさ応援してあげたらじゃあいいんじゃない、タクマくんとホマイくんに無料アイテムお願いしますでいいんじゃない、うん、あら、すごいやりですね、ここでそしたら応援できるんじゃない、うん、あ、メドナンスラスコイやりですね、これは保留ってことでね、いいさ、これは保留ってことだ。海鮮丼にしようかな、明日私が食べよう、これ。あ、ジュエリーくまちゃん、パワーさんです、あそこい、もう向かってるぞ。え、そうなの？向かってる、狛江が怒ってる。狛江が、なんで怒ってる？あー、これね、イベント。え、やって、これ最終日じゃないじゃん。最終日じゃない、出てない、狛江くんは。あ、出てないの？たくまくんは出てるけど、これあれや、ふわっち応援ランキング、応援ランキングみたいな。サイトもイベント最終日じゃないやん。サイトもイベントじゃないやん。あ、イベントじゃないの？うん、配信応援だよ。食べちゃおう、前に行かないちゃおう、腰が痛い。最終日だよ。ヘイシリ、ジャズ流して。あ、美味しい、これ。どうやって綺麗に食べたの、これ。切ったの、切ったの、元かな。昔はでもこれカットされてなかったよね。そうだよ、されてなかった、これ最近だよね。なんか電話だし、電話出ない、出ない。どれ電話、小前くんかかってきてないよ。来てないって。美味しい、これね。うん、このクリーム、バニラかな、なんだろう。出ちゃって、かかってきてないっつうの、こんなん。配信切ったら、こまえかかってきてないじゃん。向かってんじゃない、多分。うん、美味しい、これ。こまえくんね。うん、ティッシュ、いや、ナイフ、これ洗うとこか。風邪ひいてんの。私と暮らそう、吉祥くん。もう家キャンセルしないもん。え、町田、うん、町田キャンセル、うん。それか私の町田に行こうか。ちょっと減らさないと入らないけど、ね、いい、全部捨てろ。捨てるの、うん。全部捨てて、うん、ねえ、さっぱりしてから新居に行くみたいな。それか、ここは枯れたまんまね、ダブルで20月、ここはスタジオみたいにして、うん、配信だけ、配信終わったら町田に帰るみたいな。お家に帰るみたいな。通いでこっちに事務所みたいな。ここはスタジオ、仕事場、ね、で寝るとことか、うん、生活するとこは吉祥くんとこ、うんうんうん、ここはもうスタジオ、スタジオ、ね、でも3人でも気持ち悪い、おかまってなんだよお前。全部見てるからね、ここね。ブロックするよ。で、どうせやきもちなんだ、吉祥くんのほら、ガチでしょ、うん、
ガチ恋だ。あなたが手が握れますか、うん、アキチョコおいで。もうてキチョークの手を握ってるのは私なんで今ほら悔しいんだのほら発狂してるよね、こう触ってんだよ、ミヤン。持ってる人いないけどね。発狂してる。キーッとハンカチの隅っこ噛んでるやつ。そうでしょ、うん、もう泣いちゃってるかもね、うん、私の機長っつってさ。許せない。機長、フライトができませんっつって、うん、高度が下がっておりますって。おちきー、おちきほんとにコロナね。うち検査キットあるからやらせようよ、うんね、ただの喘息なんじゃないの。そうだよ。貴重くんはなんで貴重なの。サングラスが貴重がかけそうな。うん、パイロットのね、うん、こういう丸メガネみたいな。丸じゃない、なんつうの、西部警察みたいなやつ。でかいやつ、ごついやつでしょ。リュックライムみたいなやつでしょ、うん、昆虫みたいなやつかも。悪魔って薬、コロナ疑惑だ。薬はやってないと。うわ、宝石コレクションです。わー、すごい。誰だこれ。すごい、キラキラ。あ、ナムサリアス。すごい。ソーリアス。綺麗な人ね、この人ね。悪魔来させないで、1000円使ってでも。1000円使ってでも。ミュートになって。なんで？なんか確認したときに。ああ。ミュートしちゃった。どこからミュートなんだろう。ここすいません、ミュートしちゃった。ここ確認書として、すいません、音声差し押さえられてないです。大丈夫です。大丈夫です。俺すごいよね、全面キラキラの。ラムさんありやす。アンチうるさい、嫌なの見るな、だって、うん、そうだよ。音声は大丈夫。あ、ラムさんありやす、頑張ります。嫌だったら見なきゃいい。それで見てんのって好きってことだよね、うん、音声規制はきついですね。でもさっきあったね、昨日だっけな、昨日差し押さえされちゃって、音声すごいわ、そこまで税務署は来るのね、うん、そう、音声があったらダメだ、お前には音声はいらないだろ。ほんどりが一番いらないって言われてる。いや、そんなこと言わないでよ。もういいよ、ななちゃんディスんないでよ、俺だけにしてよ。いや、もう外行こっかな。ほら、家出ようかな。俺も宮城行こっかな、もうこっかな。カラオケ行きたいもん俺。もう閉店なの、閉店な、12時まで。そう、12時なの。そうっす、みやび生きてよね。でも今うちのお母さん二人でやってんだよね。嘘、忙しいの。忙しくないよ。暇なん、じゃあ行こうよ、盛り上げようよ、みやび。ただなんだろうね、今日はどうなんだろう。みやびで10万ぐらい使うよ俺。あ、だめだ、税務署の人見せたら、お前そんなのに使って暇ったら税金払えてやる。あ、そう、ね、うん、領収書もらえばいい。あ、そっか、ちゃんとね。あ、どうにかして、ありがとうございます。使って、そうだ、領収書出すよね。そう、10万円、交際費ね。そうだ、そうしよう。みやびで10万使って領収書もらおう。店見たい。店、うん、行く。10万円分、みやびでみんなで行く、うん、そうしよう。経済回すしかないもん、こうなったら。